グリーンポート駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の終点である。公式には、ニューヨーク州、グリーンポート村のウィギンスストリートと4丁目の交差点にあるが、土地は、東は3丁目やシェルター島ノースフェリーターミナルまで、広がる。グリーンポート駅は、当初1844年7月29日に、エライラブリハーの本線の終点として建設されたが、 業界ではさらに東のクロスサウンド桟橋まで延伸することを望む者もいた。1870年7月4日、それは町の祭りの一環として焼かれ、同年10月に再建された。もう一つの駅はその場所に1892年に発見所の壮麗な張り菓子窓と共に建設された。車庫も転車台の後ろにあった。 蒸気機関車による運行は1955年6月5日まで、郵便取扱いは1965年まで、桟橋までの運行は1978年まで実施されていた。その駅とその駅の貨物庫・転車台はアメリカ合衆国国家歴史登録財に、国定歴史地区として1989年7月20日に登録された。旧駅とセルター島フェリーへ通じる。 高床の島式ホーム一面が2000年と2001年の間に建設された。ホームの高床化はロングアイランド島内の他の駅でも実施された。かつての貨物置き場はロングアイランド鉄道博物館の東端として利用されており、また旧駅は現在イーストエンドシーポートマルタイムミュージアムである。この駅は島式ホームを一面有し、 有効長は一両半である。本線は、この場所では参戦である。ありがとうございます。